ナスカージャパンカップシリーズシーズン2がスタートします。開幕戦の前に前哨戦のミート・ザ・ボーイ・シュートアウトが行われます。このレースには今シーズン出場のドライバーのうち、デートナでの勝者のみが出場します。それではスターティンググリッドの紹介です。デートナ503勝の2人がフロントロー、守護霊勢が続きます。ケンゼスは42号車での初戦になります。マクマーレイは26号車をドライブ、ベインはこのレースのみ21番に乗ります。以下は夏のデートナウィナーになります。ステンワウスがドワティレーシングに移籍しました。ジャパンカップシリーズデートナウィナーの宇田川は最後尾からスタート。レースは3周で争われます。レーススタート。ゴードンレーシングの2台の間にジュニアが入りました。ローラインが伸びていきます。ケンゼスがミドルへ、後ろにはチームメイトのカートブッシュ。さらに外からフォード勢が上がってきます、がナッシの2台がリード。さらにニューマンが仕掛けてきます、ケンゼスナイスセーブ、ファイナルラップ。カートブッシュクラッシュ。スリーワイド。ジュニアもクラッシュ、ロガーノもバランスを崩しました、そしてカイル。しかしスピン、スチュワートがこのレースを制しました。カイルはあと一歩のところで勝利を逃しました。ジュニアはゴードンとステンハウスとで板挟みとなりクラッシュ、ロガーノはカイルに押されました。ここでスチュワートがカイルを押し出して、そのままチェッカーフラッグ。スチュワートのビクトリーランです。スチュワートが勝利、カイルは4位に入りました。最終ラップクラッシュの2人は20番手台です。次はデートナの予選レースです。